このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は猫癒し、猫団子でグルーミングをする保護猫にキュンキュンということでですね、もう今ね、猫ちゃんたちがね、猫団子でリラックスしてますよね。あらあらあら、ね、本当に大好きなんでしょうね、寄り添って。もうめちゃくちゃ可愛いですよね、これ。さあ、こちらでもグルーミングをしておりますけれどもね、実は3匹いたんですね。猫ちゃん同士固まっておりますよ。丸々した顔してますね。見てください、これ寄り添ってて、ね、この下はね、実は猫鍋なんですけれどもね、結構大きな子たちですのでね、1匹でもね大変なんですけれども、いいですね。このサビ猫ちゃんなんですけれども、ゆばちゃんって言いますよ。で、左からですね、ポンちゃん、ピンちゃん、そしてチャトラのピコロさんですよ。もうね、グルーミングして仲いいでしょう。あらららら、らこれはやばくないですか。抱き合っておりますよ、猫ちゃん同士。あー、これはキュンキュンじゃないでしょうかね。あー、仲良しさんやね。あー、たまらん。もう見てるだけで癒されるんじゃないでしょうか。この冬の時期っていうのはね、猫ちゃんたちがこうやってね、一緒にね、猫団子なってることが多いんですよ。2匹同時撫でですよ。あらららら、パールさんがゆばちゃんをねグルーミングした後にね、サビーちゃんをねグルーミングしてますね。サビーちゃんは今日この日はずっと寝ておりましたけれどもね。あ、おもちゃに興味がある。ちょっとね、グルーミング動画を撮りたかったのでね、おもちゃで遊ぶのはちょっと控えてもらいました。サビーちゃん、ね、サビーちゃんはパステルカラーでね、ちょっとピンクがかってるんですよね。なかなか珍しいサビ柄かなとは思うんですけれどもね。ゆばちゃんちょっと人のことは怖いみたいなんですけれどもね、猫ちゃんが大好きなんですよ。もう寄りかかってますよね。あ、この子はパールさんですよ。撫でられるの大好きな子なんですけれども、ポンちゃん何してんのかな。あ、また戻るかな。ここではね寄り添っておりますね。あー、癒しやわ。ドアップかわいいね。こっちもドアップ。お腹マフマフマフ。2匹同時撫でしたりとかしてもね、嫌がらないんですよね、みんな。あ、甘噛みしたな。ペロペロしてるね。怒ってるわけではないのでね、ゆばちゃんも。仲間ふまふまふ。嫌がんないね、君も。ああ、撫で放題やわ。今回のお店は大阪難波にある保護猫カフェ、猫のえにわさんです。さあ、パールさんもトントンしますよ。どうしたんでしょうか。こちらもタンタンタン。お尻トントン好きな子も多いですからね、こちらのお店では。うん、タンタン。もうまったりですよね、みんな。あ、いいな、これ。これやばくないですか。かわいすぎるわ。いやー、ずっと見てられますよね、こう猫ちゃん同士絡んでるのがね。この子も中入りたかったんでしょうけれどもね。ちょっと隙間がないね、これは。あららららららら、やばい。もう癒しとしか言いようがないな、これは。どうしたいんでしょうかね。あ、こっちに来たか。うん、グルーミングしてるね。
ちょっとねサビ柄同士なんでね色が分かりにくいんですけれども、それでもね癒されますよねこれもね。たまらんわ猫ちゃん同士仲いいっていうのがね。あ幸せや。あらピコロさん一人になっちゃいましたね。あらららら、どっか行っちゃったのかな。走れ、タンタンタン。サビーちゃん全然動かないな。ね、みんなからグルーミングされてるんですけれどもね、サビーちゃん。あら、パールさんがね、下にいましたね。どこ行くんかな。ん、のびーってなっておりますけれども。あら。長毛さんがね気持ちよさそうに撫でられておりますけれどもね、いいですよねお膝にね猫ちゃん乗せながら猫ちゃんを撫でるとかっていうね、もう幸せな空間になっておりますけれどもね、足の間にいますけれどもこの子もね。あらこの子はブラちゃんだね。どちらかの膝に乗るのかな。あ膝に乗りたかったんですけれどもね、先にも乗ってる猫ちゃんがいたんで諦めたみたいですね。残念だ。さあこちらではねまた猫ちゃん固まっておりますよ。うーん、これはなんだ幸せな空間だ。うーん、たまらんな。こういうのを見てるとねこの中に混ざりたいって思わないですかね皆さん。ちょっとね猫兄さんも混ざってみようかなって思うんですよね。どうでしょうか。嫌がってる？あら、ゆばちゃんが移動しようとしてるぞ。で、ふんふんに寄ってるね。混ざりにくいな、これは。猫兄さん、混ざったらダメですか？ちょっと警戒してるかな？お腹マフマフマフ。あら、ゆばちゃんまた噛んだな。いいけどね、噛んでも。もう一回チャレンジしますよ。なんかちょっとそわそわするな、やっぱり猫兄さんが入ると。でゆばちゃんはねサビーちゃんに寄り添いましたね。まあこれはこれですごくね癒されるんですけれどもね。でずっとポンちゃんはねグルーミングをしてるんですよね。あれれれれサビーちゃんも甘えてますよね。これもたまらんな。幸せな光景だね本当に。おお、ゆばちゃんまでグルーミングですよ。2匹同時グルーミング、これは癒されるわ。皆様いかがだったでしょうか、ね、猫ちゃんたちに癒されたのではないでしょうかね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫のえにわさんでした。